タイに移住して初めてのルームツアー。というわけで、タイ移住して、僕らもう、2ヶ月経ちました、はい、ついにルームツアーやります。はい、最初にねタイに来た時の動画で、うん、あのルームツアー今後やっていくんでって言ったんですけど、うん、そこからめっちゃ時間空いちゃいました、はい、すみません、ダラダラしてました。お待たせしました、すみません。ただですね、うん、ただダラダラしていたわけではありません、うん、この2ヶ月間の間にこの家がね整いましたので、はい、引っ越し荷物届いてね、そう引っ越し荷物も届きまして、はい、全部配置しましたので、配置しましたのでようやっともうルームツアーできますという感じでございます、はい、今日はねもう我が家をたっぷり見せたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、というわけでですね、ここが玄関です、はい、はい、これめちゃくちゃねフラットなんですけど、そう玄関がないんですよ、これ玄関なんですよ。やっぱこう日本からタイに移住してきて、うん、最初に感じたまあギャップというか、はい、まあ、ここだよね、これが一番ね。最初は何もここなくて靴とかどうやっておこうかって思ってたんですけど、うん、ここに、マットをね敷きました。外用のマットを買いました。こういう素材の、うん、あの土落ちますよっていうやつを買って今ダラッと置いてます、うん、ちなみにここ映ってるか分かんないですけど、はい、映ってます。映ってましたか、はい、これゴミです。ゴミです、はい、ペットボトルです。ここにペットボトルまとめてます、はい、ここにゴミ箱買った方がいいか、でっかいやつちょっと見栄え悪いな。でもあのゴミ箱から出してさ捨てに行くという手間があるのよ。まあね、まあ、俺ら別に丁寧な暮らしじゃないしな。雑な暮らし、あ、丁寧じゃない暮らしの方が合ってるから。これが、この前船便届いた時の、はい、段ボールで残骸ですね。残骸ですね、はいはい、何かに使うかなと思ったけど結局使わなかった段ボール、はい、あの時の段ボールとかは基本あの全部業者さんが取りに来てくれました。そうですね、回収しに来てくれて1週間後くらいかな、はい、船便から、うんうんうん、ね、迅速に44箱分全部持ってってくれました、はい、で玄関入ってすぐにリビングがあります、うん、じゃんじゃ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 ん、リビングです。素敵。はい、これ どっから紹介する？こっちはこっち、まずこっち端っこからさ円になって真ん中攻めようよ。端っこから行くか、ちょっとルームツアー慣れしてないもんですいません。ここがですね、はい、まあ作業デスクかな、うんうん、基本的にこのテーブルを使っているのは僕なんですけど、はい、ここで動画の編集してますね、うん、MacBook 置いて、はいはい、でこれ今ここ布かかってるんですけど、うん、これはねさきちゃんが、うん、あのタイのおしゃれ雑貨屋で買った布ですね、はい、その時の動画は桜井長きさきチャンネルへどうぞ、はい、こちらでございます、はい、めっちゃ可愛いね、見てこのゾウさんのこのぼんぼりついてて、うん、可愛い。これをかぶせて、汚さをごまかしている、はい、主婦の知恵。これは、ちなみに、元からついてたやつです。家具ね、うん、家具、はい、で基本的に今日これから家で紹介していくものの、うん、ほとんどの家具っていうのは基本的に最初からついてたやつです。ついてます、このソファーも、はい、そこのテーブルも、あそこのダイニングテーブルとかも、うんうんうん、そこのこれ棚とかも、うん、全部元からついてたやつ、はい、タイのね物件はほとんどがそうやって家具付きなんだ、うん、だからもう引っ越してすぐ住めるっていう。そうだね、すごいよね、うん、だもうさ身軽な人なんかはさリュックにさ、うん、ある程度の服とかさもう必要なもんだけ入れてさ、うん、プッて引っ越しできちゃうよね。そうだね、もうなんかまあキャリーケースだけでも、うん、全然だって行けてたもんね、うちら、ね、いける1ヶ月半船便届くまでは、うん、いけるいける。俺キャリーケースもいらないかもしれない。ほんまやね、リュックだけで、うん、いけるわ多分、うん、だからすごいすごい気楽、うんうん、それがいいね、タイ移住いいなと思ったポイントの一つだもんそれ、はい、でこんな感じでここで作業していて、まあ、これはなんか物を置けるちっちゃいなんかデスクみたいな。この扇風機は暑いタイではもう必須なので、これねポータブル扇風機常に充電してるのにな。そう、これをこうやって首から下げてバーっていうね、視聴者さんにいただいたやつ、そうこれマジで使えるね、うん、あのトニーの幼稚園バス待ってる時間そう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 。タイってめっちゃ渋滞するんですよ、うん、でその時間が読めなくて、うん、だから幼稚園バスとかも すごい早く来る時もあればめっちゃ遅れる時もあって、うん、その時にまあねちょっとでもこうじゃあ部屋戻るかっつって戻ってる間に来ちゃって行っちゃったみたいなことがあるかもしれないから、うん、ずっとロビーで待つんですけど暑いんだよ。暑い、
はい、これも必須これでこうねトニーとねつけてこうやって2人で、はい、まあ、トニーはちょっと嫌がるんですけどこれ、そうそうそう嫌がるそう、これもめっちゃ使ってますね。でこれが、さきちゃんが個人チャンネルで、うん、モッパンするときに使ってる台っていうね、はい、これあれでしょ、高さを調整できるからね。 iPad とかをさ置くやつじゃないこれ。そうやね、でもこれをさ使えるって私発明したんやみんな真似してもいいでこれはラザダで買ったんですね。ラザダネットショッピングで買いました、うん、タイはアマゾンがないから基本はラザダと、で僕らまだ使ってないですけどショッピーだったかな、うんうんうん、ショッパーだったかな、あーあるねっていうサイトもあるみたいな、うんうん、大体その2つでネットショッピングするらしいですよ、はい、そんな感じで、あカーテンも、えカーテン、あカーテンね、はい、このカーテンももともとついてたやつですね、自分たちで選んだわけじゃなくて、はい、お部屋にあったクリーム色でございます、はい、でこれは、ここに紐がついてて、はい、朝を僕は起きた後にまず、うん、まずカーテンをこうやって開けると、シャッと、おーすごい日差しが入るんですよ、そうこうやって開けると、はい、うん、タイはもう本当に日差しがいいから、うん、基本的にはねもう昼過ぎぐらいまで電気つけなくてもいいぐらいだよね。そうだね、天気いい日はね、うん、ね全然なんか調子いい時は夕方くらいまで電気つけなくてもいけるなって、うん、あるよね、はい、うん、こんな感じでやっております。まあ今日は撮影の関係で締めますけど、はい、あそれで言うと電気はこう一粒一粒電球がいるタイプでございます確かにあんま気にしてなかったけど、これ一粒一粒いるタイプの何個電球使うんだっていう、これだけは切れておりますここだけはこれ付け替える時どうしたらいいの。このさタイあるあるだと思うんだけどさ、うん、こう移住した時から、まあ、電球変えてないんですけど、うん、この白いやつとさ、うん、この暖色のやつもバラバラにつけてあるっていうことね雑な生活もしかしたら前住んでた人がもう気にせずつけてたのかもしれない、うん、そうな多分なんかそうだよねルールないもんねなんかおもろいよね、うん、でこちらが、ご自慢のリビングでございます、はい、ご自慢のいやすごい初めてのリビングじゃない。そうやね、なソファーでテレビ見の夢やってんな。そうそうそう、あ間違えた、初めてのリビングじゃない初めてのソファーリビングは今までもあった あったなただこんな広いリビングは初めてですよ。はい、はい、てかそもそもですねこの家、家の広さも紹介してなかったんですけど、うん、この家はですね120平米あります。はい、120平米120。ちなみに東京に住んでた時練馬ですね、住んでた時は69平米。いや3人家族で120はめっちゃでかいね、うん、まあ、これなんで120平米になったかっていうと、他に物件がなかったっていうね。そうなんです、5つぐらい見させてもらったんですけど、うん、あの猫ちゃんをねカシちゃんを飼ってるのでペット物件っていうのがそもそも日本と同じで少なくて、そうそうそう、でその中で、まあ、引っ越しの時期にね、うん、引っ越しが多い時期に越してきたっていうのも多分あると思うんですけど、 そうそうそうそれでねあんまり選べなくて、まあ、この家がすごいいいなっていう感じで選びました。そうだから、まあ、広いに越したことはないけどもうちょい狭くて、うん、家賃低くてもよかったなとは思って、うん、できればね東京と同じぐらいの家賃になっちゃってんなあのタイに移住してさ家賃もこれ下がるぞって、家賃下がってさらに広い家になるんじゃないってなったんだけど、まあ、広い家にはなったんだけど、うん、家賃は結構いったって。そうやねそうなんですよ、理想はもうちょい狭くてもいいから家賃低くが理想です。あと憧れのコンドミニアムについてるプールとジムっていうのもないんですよね。そうそうなんですよ、ジムはあるけどエアコンがついてない。そうエアコンがなぜかついてないもうやらせる気ないやろっていうところ一応扇風機は置いてあるけどね、うん、ほこりかぶってたそうほこりかぶってた使ってる人いまだに見てない、うん、死ぬよあそこ行ったら暑くて。ソファーだよ、ソファー。ソファーはこれはぎゅうぎゅうに詰めたら10人は座れるかな。10人も座るかぎゅうぎゅうに、ぎゅうぎゅうすぎない。いやサークルの飲み会じゃないんだからそうなんそんな感じなの新入生歓迎会とかぎゅうぎゅうになるんですよあそうなん、あ読めないから何人来るか分かんないソファー嬉しいわ、ね、夢だったのよ、そのソファーに座ってテレビを見る、うん、映画を見るっていうのが。
前の家もソファーあったんですけど、うん、まあ、ちっちゃいソファーを買ったんだよね。座椅子やって。そう、座椅子ソファーみたいな、うんうん、でさらに前の中野富士見町の家はあのソファーなかったんだ。なかった、ヨギボーだけだった。そう、ヨギボーだけだった。理想的な。やっぱね、こうやって座ってこうやって見んだよね。こうやって見て ね、 アニメをね。ちなみにこっちのね、あの離れのソファーはトニーは自分の部屋と呼んでます。そう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 、お部屋におもちゃ置くねって。専用椅子って。そうそうそう、トニーの専用部屋。嬉しそうだよね。嬉しそう。ここにだからさ、このちっちゃいソファーにこうやって、うん、こうやって座ってる。そうそうそう。でパパがな、たまに座ってたら、パパはこっち座ってって。そうそう、あっち行けって言われる。このソファーもついてきたやつ、はいですね、はい、すごくいいよね。だから契約書に、あの賃貸契約書に一個一個の家具の写真がね載ってあって、うん、それにあのもともとこれがついてますっていうのでサインをね全部したね。うん、1個でも破損してたら弁償になるからね。そう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 。で、まあ、このテーブルがあって、はい、はい、でこれももともとついてたやつですね。はい、あの なんていうの、レイアウト、うん、レイアウトはもともとのやつとは私がガッと変えて、あ、そう、変えた変えた、ちょっとテレビを見やすくしました。うん、あの最初の時のレイアウトはあの最初にここに入った、だから移住最初のらへんの動画で映ってると思います。うんうんうん、はい、結構変えました。変えました、はい、ちなみにこのテレビは買いました。そうです、55型のテレビを買いました。はい、これいくらだったっけ。10万円ちょいか。うん、めちゃくちゃ高かったわけじゃないね。13、14万円ぐらいかな。なんてやつやっけ。これがね、日本にはないメーカー、サムスン。サムスン。サムスンでございます。うんうんうん、はい、なんでこれを買ったかっていう と、うん、黒の映り込みが一番少なかったっていうのと、うんうんうん、なんか目に優しいモードみたいなのがついてたんですよ。うん、ついてた。うん、アイフィルターモードみたいな。うんうん、でトニーが、まあ、結構 YouTube とか、うん、さアニメとか見たいってなって見せるんですけど、うん、ちょっとね目に気を使いたいなっていうので一番目が疲れないやつを、はい、ので、これにしましたね。買いました。うん、かなり気に入ってるね。え、うん、あと私一番気に入ってるのはこの足の部分、これがこのちっちゃいテレビ台に収まるって。そうそうそう。もう棚を新しく家具買うのが嫌すぎてあるやつをね使いたかったんですけど、最近のやつはさ、こことあっちにさ左右にね、こうついてんだよね。そうそうそう、だからあかんなって言ってて、でもこれはほんまちょうどよくてよかったです。うん、マジでぴったりだよね。ね、うん、あんまりゆらゆらせんもんね。うん、よかった。これで日々映画とかアニメを見てます。はい、はい、で、海外移住してからねよく言われるんだけど、うん、海外移住したいんですけど日本のサービスって海外で使えるんですかって質問めっちゃ来るんですよ。うん、俺も最初それ疑問に思ってて、うん、じゃあね、映画とかアニメとか好きだから海外でもしそれ見れなかったら嫌だなって。嫌だ。映画館は最悪行けなくてもいいけど、うん、家で俺らめっちゃ映画とかさアニメとか見るじゃん。うん、見る。うん、もうそれが生きがいみたいなところあるじゃん。ある。そう、だからそれが果たしてタイでも見えるのかってすごい不安だったんですよ。不安やった。それでちょっと異常考えた時あったもんね。そう、見れるのかなみたいな、うん、で調べたらですね、どうやら VPN っていうサービスがあるっていうことを知ったんですよ。はい、多分ね海外移住を検討してたり海外旅行とか行ったりした人は、うん、VPN って名前聞いたことある人多いと思うんだけど、うんうんうん、まあ、どういうものかっていうと、あのインターネットを使う時って普通にこうインターネット使うと思うんだけど、うん、それだとタイにいるとまあ、タイのサーバーにつながるんですよ、インターネット、うんうんうん、ネットで検索しても上位にタイのサービスがいっぱい出てくると。あ、はいはいはい、日本人からしたらさ、うん、日本のやつを見たいじゃない、うんうん、ってなった時にタイにいながらも日本のサーバーにつなげるようになるサービス。おお、これ VPN。 わかりやすい。で VPN サービスっていろんなところが出してるんだけど、うん、その中でも今回はあの僕らも実際に使ってる NordVPN ってっていうサービスを紹介させてください。はい、というわけで今回は NordVPN さんから案件いただきました。ありがとうございます。これねびっくりしたのが、うん、あのこれやらせでも何でもないんですけど、うん、ガチなんですけど、あの NordVPN さんから案件いただく前から、うん、我が家は NordVPN 使ってました。使ってた。使ってたんですよ。だから受けたってのもあるんだけど今回案件、え、使ってますみたいな。もうちょっと待てばよかったな。え、なんで。ほら、ただかもしれない。おい、まあね、自腹切って今使ってるけどね。普通に使っちゃってたね。いや、そんなことはいいんですよ。意地汚い。意地汚いな。だから最初に言いたいのは、あの安心なサービスだっていうことを言いたい。うんうんうん。うん、
でなんと今回 NordVPN さんがその NordVPN をこの動画経由で契約するとすげえお得になるっていうキャンペーンを作ってくださって、なので詳しくは概要欄にあるんで、ぜひ概要欄のリンクから契約してみてください、はい、でまずねそもそも VPN って何かっていうと、うん、あのインターネットを使うとき例えば海外旅行とか海外移住とかって、うんまあ、海外の Wi-Fi とかを使うじゃん、はい、で例えばカフェに行きました、うん、でカフェでフリー Wi-Fi ってあるじゃんあるある、うん、結構使うでしょみんな、うん、で俺も使うんだけど、うん、フリー Wi-Fi って全員が使えるわけよ、うんうん、そこにいる人そう、ね、だからさんとか情報とかが抜かれやすいんだよあそんな危険があるんやそうそうみんなが入れちゃうから、うん、フリー Wi-Fi って怖いのが、うん、例えば、〇〇カフェに行きました、うん、だいたいそのカフェの名前のさ Wi-Fi になってるじゃん、はいはい、で〇〇カフェ Wi-Fi みたいな、うんあるね、じゃあ〇〇カフェ Wi-Fi だ使ってみようって使うじゃない、うん、それがそのカフェじゃなくて全く別の人が作った、うん、なりすましの Wi-Fi だったりするわけよ名前を見せてそうそうでその Wi-Fi につなげた人のデータをぶっこ抜くみたいな怖っって時に VPN サービスが役に立つフリー Wi-Fi あるじゃん、うん、で普通につなぐとこうやって一直線つなぐでしょ、うん、ここの通路に、自分だけのトンネルを作るみたいなあーへーそのトンネルを返していけば安全につなげられるっていうなるほどで他にもメリットたくさんあってさっき俺らが言ったみたいにタイにいながら日本のサービスを使えるよくあるんだけどネットのサービスってこの地域だけ限定っていうのがあるんですよ日本でしか見れないみたいな海外からつなげるとこれは海外から視聴できますよってなったりするんだけど VPN を使うと日本のサーバーにこうつなげられるから、うん、日本のものがタイにいても見れるっていうなるほど海外にいても見れるでこれ逆もしかりで日本にいながら海外のサービスを使えたりもできるんだよ例えば海外でしか配信されてないやつとか、うん、タイでしか配信されてないタイドラマとか、うん、そういうのも VPN を返せば見れちゃうあーなるほどねそうそうそうその国にいながら別の国のサービスが使えるっていうへーだからこのチャンネルを見てる人は結構海外移住したい人とか、うん、海外旅行をいっぱいしたいとか、うん、そういう人が多いと思うんだけど、うん、海外行くんだったら絶対使った方がいいサービス特に俺らみたいに、うん、もうアニメとか映画とかそういうの海外にいながらでも見たいっていう人は、うん、絶対使った方がいい、うん、絶対使った方がいいで VPN のサービスいろいろあるんだけど、うん、なんで我が家が NordVPN を選んだかっていうと、はい、元々ね映画とかアニメとかさっき言ったように好きだったから、うん、VPN についていろいろ調べてたんだけど、はい、その中でもサービスが何社かあって、うん、実際に、契約してみたんですよ、うんうん、で実際にタイ旅行に行った時使ってみようタイに移住してからも使ってみようって言って、うん、何社か比較したんだよね、うんって中で NordVPN が一番使いやすかったし速度が速かったんだよ、うん、ネット使う上でやっぱ速度って大事じゃん速度にこだわるよねリアいやいや本当にだってラグなく使いたいから、うん、カクカクしてたら嫌なのよでも NordVPN 速くて NordVPN を選んだんですようん、うん、だってこんなになんか日本かなって錯覚するぐらい何の違和感もなく見れてるから、うん、そうなのよね今の時代いいわねありがたいねありがたいよで使い方もめっちゃ簡単でもう本当にワンタップで接続できるうん、うん、結構なんか難しそうじゃん VPN って聞くとさ、うんうん、設定がめんどくさいんでしょとか、うん、接続がめんどくさいんでしょって思う人もいるかもしれないんだけどアプリをダウンロードして、はい、そのアプリからワンタップで接続できますもう本当にめっちゃ早いコードをつなげたりとかないのない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 もうアプリ起動して接続ボタンを押すだけへもう本当にねネットってどこにこう危ないものが潜んでるか分かんないから、うん、VPN は絶対使った方がいい、うん、これはもう本当に案件だからとかじゃなくてマジで使った方がいいと思う、うん、セキュリティとしてね、うん、そうそうセキュリティとしてだから移住関係なくても海外に旅行行かない人でも、まあ、海外のコンテンツ見れたりとかもそう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 フリー Wi-Fi とか外でよく使う人とかは使った方がいいと思う、うんうん日本にいてもそうそう日本にいても、うん、でこの NordVPN は、有料のサービスではあるんだけども、うん、なんとですね今回特別に、はい概要欄のリンクからですね登録いただいた方は、はい、2年間のプランが大幅割引、プラス4ヶ月の無料延長がついてきますすごいめっちゃお得俺もこれで契約すればよかったってマジで思ったどうにかなりませんかいやもう俺は年間払いでしちゃってるんだただ今からつなげる人は絶対概要欄のリンクからやってみてください、うん、マジでお得になるんで、うんうんうん、概要欄のリンクじゃないとあかんねんあそうそうお得になりませんので、はい、でしかもさらに30日間の返金保証をしてるから、うん、リスクなしで使えますおおいいですね、うん、だからあこれやっぱダメだわって、うん、もう両なりがいいって言ってたけど使ってみたらもうダメだもうダメなサービスだって思ったら、うん、返金できるんでおその概要欄のリンクからお得になる2年間のプランなんだけど、はい月額470円おうおうおうだ
からジュース3杯分ぐらいなので、うん、あのぜひ加入してみてはいかがでしょうか、はい、特に本当俺らみたいに海外移住してても海外旅行行ってても日本のサービス使いたいとか、うん、映画とかアニメとかいっぱい見たいよって人はあとはゲームとかね、うん、日本でしかできないゲームとかも遊べたりするから、あ、そうですね、そうそう、日本のサービス使いたいよっていう人はぜひ契約してみてはいかがでしょうか、はい、というわけでルームツアーに戻ります。次はこちらかな。これクーラーでございます、はい、エアコン、はい、エアコンとあとこれね、うん、これがですねトニーが描いた絵です。桜の絵です。桜の絵、はい、これ幼稚園でね描いてきたんですけどいいんだよね。めちゃくちゃいいなと思って速攻飾りました。そう、速攻飾った。なんかインテリア欲しいなと思ったタイミングで、うん、素晴らしいイラストをくれたので、うん、めっちゃいいよね。ね、すごい味のある絵を描くなって思って。いや、天才やと思う悪いけど悪いけど誰に悪いけどなのそれ親バカで悪いけど、親バカで悪いけどね。あ、いや、あの子はもう天才です額に、飾りました。はい、で、あとこれ空気清浄機ね、はい、動画でも買うところ紹介したと思うんだけど、うんうんうん、これもかなり使ってますね、うん、で、リビング終わりまして次こっちですね、うん、はい、まあ、こっちは、俗に言うダイニングの方なんですけど、うん、まずはまあこの棚を紹介しようかこの棚があるんですけど、備え付け、そう、備え付けで、これをね、まあ、どう活用しようかって最初は思ったんですけどそう、まあ、ここにトニーの本を入れたりとか、そうですね、はい、絵本とかここにまとめました、はい、あとはまあこうだるまをね、日本から持ってきただるまを置いたりとか、はい、飾ってて、はい、あとはなんか使わないリモコンとか適当にここに置いたりとか、はい、トニーが触れない高さであとは、あ、これね、これもね、はい、トニーが幼稚園で作ってきたオラフですね。オラフ、ね、オラフ作ったおって言って、ね、オラフだおで、これが、うん、あのこれね、サキちゃんがすごい大事にね撮ってくれてるんですけど、うん、俺が初めて、サキちゃんと遊んだ時、付き合った日やね。そう、付き合った日だね。そう、僕らね初めて遊んだ日に付き合ったんですよ、はいはい、まあ、これはいろいろ、あの、いろいろありまして、はい、詳しくはなんかいろんなところで喋ってるんでここでは割愛するんですけど、うん、その時に俺が手土産で買っていったフルーツゼリーの入れ物、はい、マンゴーと桃で、まあ、これがね、なんかあの嬉しかったんですよ。24歳の彼が頑張って選んでなんか、ね、持ってきてくれたんだな。お家に行くならなんか持っていかないとそうそうそうそれで、まあ、その入れ物が可愛いから前の家でもずっと飾ってたんですけど、なんかね、このね、この感じの家にポツンと置くとアートに見えましてね、すごいいいなと思って。マンゴーっていうね、うん、これもだからタイ移住への伏線だったのかもしれない。伏線回収しましたね。やっぱタイはマンゴーが美味しいですから。あ宮崎マンゴーの方やと思うけどなこれはね、さきちゃんがずっと大事に飾ってくれてるね。はい、うん、どの家に引っ越してもずっと飾ってくれてる、ね、そうですね。で、これが、はい、あの先日母の日で、うん、さきちゃんにあげたカーネーションですね、はい、タイのお花屋で買いました。はい、うん、2人の息子からいただきましたあ、俺そのうちの1人俺、夫やった、弟このカーネーションはあのトニーにね、これママに渡してって言って、うん、分かったって言って、ママって、そう、そういうさ、やり取りができるようになったのが嬉しい俺は。あ、そうだね。そう、母の日とか、うん、さきちゃんの誕生日とかに、うん、トニーに今日は母の日だからママにプレゼントとかいつもありがとうとか言おうねっつって、うん、分かったっつって、これトニーがあげるのって言って、うん、そういうさ、話、作戦会議をさ、ね、できるようになったっていうのが、うん、感動しちゃって俺この子。今までも祝ってもらってたけどね、まあ、半ば無理やり花を持たせてどう一緒にどうじゃってやろうねっていうそう、でも今自主的にこうやって私に来てくれるじゃん、うん、あ、いつもありがとうって言って、うん、嬉しいよね。はい、そんな感じです。で、これは、うん、観葉植物、うん、はい、これは偽物ですね。フェイクですね、はい、フェイク観葉植物これはさきちゃんが、ラザダで買った。これラザダで買った。このね、なんかまあ広いね、ガランとした家で、まあ、私は広い家に住んだら観葉植物を買うっていうのが夢やったんですけど、でもいざ買うとお世話しなあかんやろ、うんうん、性格的に向いてへんし、うん、あと暑い国やから虫もねこうつくかもしれんから、こうフェイクの観葉植物がいいですよっていうのをネットで見て速攻ポチりました。これいいね、うん、なんかちょっと南国感も出てるし、そう、
これね、1000円ぐらい割安です。いい、ね、でもあるのとないのとで全然違くない？うん、いいと思う。はい。でこれが日本から持ってきたポータブル電源ですね。はい、うん、日本にいるときに災害時用に買ったやつ、うん、そうそうそう、一応持ってきた。パソコンをね連続15回充電できるっていう、うん、タイは停電も結構特に雨季、これから雨季になるんだけど、うん、スコールの時は停電多くなるらしくて、うん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 、これは大事にしないと ね。この前もいきなり停電してね。そう、この前ね停電してなんか謎の原因不明の停電が起きて、うん、2時間ぐらい復旧しなくて、そう、このアパートだけの停電やってんな。そう、あの時焦ったね。焦った、暑かったからな。ああ、暑かったから。みんなでショッピングモールに逃げ込みました。そうそう、その時メンバーシップのコミュニティにはね、その日ラジオの公開日だったんで、うん、ラジオの投稿できないかもしれませんって言って送ったんですけど、2時間後には復旧しちゃって、はい、あの時焦ったな、ね、うん、その時に出しました。はいはい、でこっちが、はい、これも、謎台なんですけど、うん、ここに、日焼け止めとかね、うん、置いてます。はい、はい、これ出かける前にね、そう、虫よけね、日焼け止めと、うんうん、これはもう必須だね。必須必須。は外出るときはもう日差しが強いし、うん、蚊も多いしね、うん、年中いるからかな。デング熱とかあるからね、うん、はい、でこれは、マジックペン、はいはい、いや主に、まあ、幼稚園のものとか名前書いたりするんで、そうそうそう、それがハゲてきよるんよ名前がね、トニーの名前が、だからすぐ書けるようにしてます。でこれは先日トイエキスポで買ったカニちゃんです。カニのペン刺さり、うん、これめっちゃ可愛いよな。ねえ、重宝してます。めっちゃ起きやすいねこれ、はい、可愛い。でネットね、これ、はいはい、これはちなみに最初からついてました、うんうん、この家、うん、タイの家は結構ネット付きのところが多いみたいな、うん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 、でネット代もめっちゃ安い、うん、日本の半額ぐらいかな、うんうん、でかつ日本より早い、早いね、マジで早い、うん、これネット使う人だったら分かると思うんですけど、無線で700メガぐらい出ます。ほう、これめっちゃ早いのよ無線で。日本にいるとき有線でうち650メガとかだから、有線でだよ、有線より早い、うん、うん、めっちゃいい。トゥルーですねこれは。はい、ちょっといろいろ見えちゃうんで今だけティッシュで隠してます。でこの中にはいろいろしまってあります、はいはい、お出かけバッグとか、お出かけバッグとかなんかいろいろちょっとぐちゃぐちゃしてるので見せません。もうね、ここが玄関やからね、はい、すぐにお出かけ準備できるグッズはここに入れています、はい、あと私ね個人的にねこのランプが気に入ってます。あ、これね、そう、これもともとねついてるやつなんですけどね、かわいい、こうやってそうそう。でここにゴミ箱、はい、このラックは日本から持ってきました、うん、このラックも結構すぐ捨てれて便利だよね。そうそう、折りたためるしね。そう、タイはさ本当にいつゴミ捨ててもいいから、そう、ゴミの分別がマジで楽で楽、うん、で全部一緒に入れていいんですよ、ポイ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 って、ね、ペットボトルと瓶ぐらいよね、分けるのはね。そうそうそう、分けるのはそれぐらいで、うん、もう全部入れていいっていう。そう、うん、あとね指定がね黒なんですよね。そう、黒なんだよね。日本は透明やもんね、うん、でも結構いろんなさ色のさ、うん、ゴミ袋売ってるよね。売ってる、ね、あとマンションによってちゃうんかな、ね、あと匂い付きとか、そう、レモンの匂いとか、なんかオレンジの匂いとか、う、ね、あるの、うん、やっぱ暑いから匂いが出やすいんだろうね。あ、そうね、うん、あと思う、まあ、でもこまめにゴミは捨てられるから、はい、めっちゃいい。で、ダイニングテーブル、はい、これでかいよね。でかい、長いよマジで。いや、なんかボードゲームでもやんのかっていうさ、あすごいよこれ。シンジと碇玄道の食卓、これぐらいのあれちゃう、この距離感。海外の映画とかでよく見るような、このこうやって食べて、ね、そっちにお父さんいてみたいなはい、まあ、ただここは、この3つの椅子しか使ってません、はい、こっちからこっち使ってません。これはラザードで買いましたね、はい、付け足しました、まあ、動画でも紹介したかな、はい、で普段は俺がこっちで、サキちゃんがこっちで、うん、トニーがここでっていうので3人で、ここでご飯を食べてます、はい、もう半分以上な使ってないねこのテーブル、うん、そうだからこの前拭いたらすげえ汚かったな全然使ってないから、ここ私ここしか拭いてないもうしんどいねこの広さ拭くの、うん、でもまあ友達がもし海外こっちまで遊びに来た時はいいよね
ここでみんなでご飯食べてさ人狼とかやろうよここで。いつ来んの。でタイに旅行来てまで人狼やらんて。ボードゲームとかなんかやろうよここ。ナイトマーケットとか行くてみんな。人生ゲーム置いてさここに。でこれがトニーのおもちゃ、はい、おもちゃゾーンです。はい、おもちゃを、ここに置いてます、はい、この棚は日本から持ってきました。持ってきた唯一かな、こういう大きい家具で、うん、持ってきました。これバラするやつだったからね、ネジでね、うんうん、これは持ってきました、うん、あ、こんなところにロケミツのブルーレイが。あ、そう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 、ここにブルーレイ、うん、本類とかほらタイのさ地球の歩き方とかタイ語のねやつとか、うん、ほら挫折しないタイ文字レッスンとかあるんです。はい、これがね逆に入ってるところが我が家のね雑な暮らしを物語っている、ね、ひっくり返ってるからね。あの言っときますけどね、ルームツアーのためにねめっちゃ片付けました。そうそうそう、まあ綺麗と思ったでしょ。めっちゃ頑張って、昨日の夜から片付けましたから。めちゃくちゃ掃除しました。そうそうそれでもひっくり返ってるんやから。でちなみに最近トニーがこれを見つけて、うんうん、これ見たいって、おー、うん、パパこれ一緒に見ようって、へー、ママだってちゃんと分かってる。あー分かるんや、うん、ママのやつ一緒に見ようって言うんすよ。ついにこの時が来たかと。息子と一緒にロケミツを見る。うわー、どんな気持ちになるんやろう ね。あ、でも人生の教科書として最高やからマジで。もういい人にな、助けられて、あ、うん、あの世の中捨てたもんじゃないって気持ちになるので、うん、ぜひ皆さんもご購入してください。ぜひ。あとここね、そのやつけんたのにね、あのちょっとだけ収納があったので、ここにもおもちゃいっぱい入ってます。これね、うん、はい、ありがたい。続きましてキッチンを紹介します。はい、ここから私がレポートします。キッチンはね L 字型っていうか、まあ、この字かな、うん、半この字ぐらいの感じでこうなっております。はい、はい、でまず冷蔵庫は備え付け、もともとありました。うん、まあ、ちょっとちっちゃめかな、もうちょっと大きい方が良かったんですけど、うんうん、でもあのタイに来て日本よりね自炊が減ったので、うん、まあ今のところこれで全然大丈夫です。十分だね、うん、基本的には。そうだね、あの基本家具とかこういう電化製品もなんですけど、もうあの新品が置いてるわけではありません、うん、前の人が使ったやつをきれいにねクリーニングしたものを使わせてもらってるっていう感じです。ここで言うと、もともとあったやつは、うん、この洗濯機と冷蔵庫とレンジか、うん、そうですね、はい、うん、電子レンジがあって、あとトースターとケトルと炊飯器は買い足しました。はい、これ買いました。はい、かなり重宝してますね、うん、電子レンジがねオーブントースターじゃないのでね、まあ、ただの電子レンジなので、うん、これがないとパンが焼けなかったのでこれを買いました。そして最近これジューサーを買いました。ジューサーね、はい、はい、これは今後動画で紹介しますんで、はい、これはちょっとトニーの野菜対策に買いました。はい、下がって下がって。冷蔵庫の中身とかいいの？冷蔵庫の中身ちょっといいあれなんで、うんうん、卵とか入ってます。はい。、うん、あ、でもちょっと自炊してるよっていうアピールとしてご飯を冷凍して小分けにしたりとか、あと日本のうどんとかも冷凍であるので、うん、っていう感じで、あのね冷蔵庫ねいいんですけどね、この氷をね作って自動でガシャガシャっていうやつが良かったんですけど、それがないからね、もうこれを自分でケース買って、なんで自分で水入れて、でここのねジップロックにまとめてやってます。これはねちょっと不便やなと思いますね。はい、まあ、冷蔵庫はちょっと汚いからいいか。はい、そんな感じで、あとはここはカシちゃんのご飯がこうあります。予備も奥にあって、で上に収納あって、まあなんか食品とかストックとかいっぱい入れてます。カシのご飯はどこで買ってるんですか？カシのご飯はですねペットショップがありまして、そこでロイヤルカナンのインドア用が売ってたのでそれを買っています。日本にいた時と同じやつが買えたね。買えた買えた、さすがロイヤルカナンね、よかった。そう、あとはまあネットでも売ってるので、うん、はい、いろんな種類も日本で買う時と全く同じ状況で買えます。はい、バッチグーです。そして、あ、そうそうそう、このさ炊飯器やねんけどさ、ティファールって書いてるでしょ、うん、これ日本のねティファールの表記が違うんですよ、うんうん、こうハイフンがあってファールやねんけど、うん、
これはね、なんかね、パチモンかなって一瞬思ったんですけど最初な、そう、あれなんかテファールやけどちょっと違うってなったんやけどあの友達がね調べてくれたら、これはなんか昔のテファールの表記らしい、うん、ロゴ、旧ロゴね、そう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 、なんかタイバージョンは昔のロゴを使ってるんかなと思っています。もうこれもタイ文字、うん、全部 ね、はい、タイ文字で、ね、文字、あの先輩のあっぱれ小泉さんが訳した写真を送ってくれました、はい、基本家電は買ってもやっぱり日本語表記のものは少ないよね、うん、そうやね、うん、だいたい英語表記かタイ語表記で、説明書も英語かタイ語、うん、そうやね、パナソニックとかシャープとか日本のやつを買ったとしても全部日本語ではないですね、うん、はいはい、そしてここら辺は、まあ、なんかこんな感じ、食器とか、うん、はい、です。でね、こちらガス火ではなく電気です。はい、はい、このあのなんていうの、フラットのなんていうやつ、 IH、うん、IH やけどすごいね、このね、火つけるのがちょっと原始的でね、うん、くるっとねひねるんですよ、うん、ほんで1から7までレベルがあって、ほら赤くなるっていう、そう、はい、これかなり高温になるので、これって IH なのかね、 IH と呼んでるもしかしたら IH じゃないかもしれないけど、でも IH じゃない、この感じすんげー熱くなんだよね、これ。そうやね、うん、なんか歌詞が乗らないようにとかね、ちょっと気をつけないといけないんですけど、ちょっとだけ気をつけないといけない、はい、まあ、4口あるからすごいね、いいです、うん、で、まあ、ここら辺にガサッとあるんですけど、一個ねちょっと珍しいのがここにね、歯磨きとか歯ブラシたくさんあるんですよ、うん、あのタイはですね、まあ日本よりも、もう水がね、普通に出る水道水がそんなに綺麗な水じゃないので、うがいとかはこっちのね後から取り付けてもらった浄水器を使っております、うん、なので歯磨きとかは浄水器、綺麗な水でうがいしたいのでここでやると、まあ、そういう理由でこれを、あの歯ブラシをキッチンに置いています。はい、でこれがまあ3ヶ月にあの1回まあお金を払ってどんどん更新していくっていう払い方なんですけど、これはねこう管がピーってなって、ここに穴が開いてあって、今シリコンで埋めてるんですけど、うん、この中にこのタンクにもう綺麗な水が溜まっていくと、うん、はい、すごいいろんな機械があって、あそこで浄水をしているとね、そうそうそう、うん、で溜まったお水を使えるっていう感じなんですけど、どれほど綺麗かというと、あの飲めるほど綺麗です、うん、はい、だからうがいだけに使うにはもったいないぐらいの綺麗さですね。私氷を作ったりとかしています。あとタイあるあるらしいんですけど、このねシンクがね2つに分かれてるのって結構多いらしいんですよ、うん、日本はズドンとあるでしょ、でも結構2つに分かれてどう使うんやろうって不思議やったんですけど、今のところこっちに汚い食器とかバーってやってゴシゴシって洗剤で洗ったやつをこっちで洗い流してここに入れてるっていう、うん、そんな感じです、はい、日本では食器洗い機を使ってたんですけど、もうタイではね自炊がやっぱり減ったので、これぐらいの小さいこの器でこと足りるぐらいです。でももうちょっと付け足そうかと思ってる、ほんまは。ここはまあ洗剤とかを入れています。で洗濯機なんだけど、キッチンに洗濯機っていうね、そうやね、うん、それがねタイあるあるらしいんですよ、これも、うん、どの物件見てもだいたいキッチンにあったもんね。あったね、キッチンの近くにあったね、うん、だからあのお風呂から水をねこう共通で引っ張って、日本の場合は洗濯機やると思うんですけど、タイは台所の水をこう引っ張ってやると、うん、ね、それが多いらしい。そう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 、まあでもそこがねベランダなんですよ、うん、このカーテンの後ろが、だからここであってすぐやから私的にはめっちゃ便利、うん、これがお風呂場にあったらもう向こうやからね、違う部屋にお風呂場あるから、ここの位置最高です。そしてカシちゃんスポット、カシのご飯があります、はいでこっち側も向こうと同じようなカーテン、窓が、大きい窓があります、うん、ベランダね。そうだから左右のね、あのカーテンをこう開けるとね、かなり太陽光が入ってきてめっちゃ明るいです、うん、毎朝それを最初に開けるのが俺のルーティン、うん、シャッて開けるもん、シャッて、うん、だから日本にいた時あんまやってなかったんだけど、うん、そうこっち来てからね、なんか日差しが気持ちいいから、うん、まず開けて目が覚めるんですよ、
なんかね、暑い国やからこう布団から出たくないっていうのがないからさ、うん、目覚めがいい気がする。あ、それそうかもね。やっぱ寒い時期だと布団から出たくないもんね。ねえ、うん、それがないもんね。それないのいいかも、うんうん、冬はダラダラしちゃうからな俺。そうね布団をさリビングまで引っ張ってきてさ、ずっとこうやってやってるもんね。はい、でここに、扇風機、うん、はい、これはね結構使ってて、部屋干ししたやつをこの扇風機で乾かしたりとかもしてますね。そうなんですよ、あの、うん、暑い国やからね目覚めがいいとは言ったものの、雨季の時期に入るとだいたい6月から10月やったかな、うん、かなり長い間雨季なんですって、うん、だからその時は洗濯物とか外に干せないから、結構みんなねあの電気代がね安い、比較的安いあの扇風機で乾かしてるそうなので、うん、うちはあとこれと同じものがもう一つあるから、その2台でちょっと頑張ろうかなと思っています、うん、雨季はすごいスコールが降るらしいだからね。そうそうそう、うん、しかも読めないらしいからね、うん、日本と違ってそう、ね、いきなりガッて降ったりして怖くて外干せへんやんな。あ、でそのためにねこれをね、これ乾燥機なんですけど、はい、これ乾燥機のみの小さいタイプを買ったんですよ、うん、ラザダで買いました。ラザダネットで、そしてカシちゃんのトイレです。はいはい、というわけで、リビングとダイニングの説明はこんな感じですね。はい、うん、あとちょっと床を見てほしいんですけど、うん、これ見てめっちゃ硬いね。硬い、うん、これね外と同じ材質コンクリなのかなこれ。そう、これが良くて、カシとか寝っ転がったら冷たくて気持ちいいし、うん、あとはねどんどんしてもね多分全然響かへん、うんうん、あとロボット掃除機がもうスイスイやりやすそうにしてる、うん、なんかこぼしたりしてもすぐ拭き取れるしね。そうやね、もうね結構食卓周りとか汚くなるけどもさらっとできるのがもう最高に気に入ってます、うん、はい、広くなったからねトニーがねすごいこう走り回ってね楽しそうにしてるから、それは良かったなと思います。そうですね、うん、移住してきて2ヶ月経ちますけど、いまだにこのうちすごいねピューって言って走るもんいいよね、喜んでくれてよかったじゃあここからは残りの2部屋を紹介したいと思います。はい、はい、まずはこっちかね、ま、私の部屋です。こちらじゃーん、はい、こちらがサキズルームとなっております。はい、サキズルーム兼寝室だね。そうですね、はい、ティア君、トニー、私という感じで川の字で寝てるんですけど、うん、まずベッドはですね、シングルベッドが2つあったんですよ、うん、まあ、シングルといっても海外仕様なんで日本のシングルよりちょっとだけ広いんです、うん、だからこのね黄色いやつをね日本からね、もう防水シートなんですけど買ってきたんですけど、こっちのシングルサイズとサイズが違うからもうパツパツ、うんうん、合わなかったんですよ。でこういうピンクのあのシーツはこっちのネットで買いました。そしたらぴったりになりました。もともとこれ分かれてたんですよこのベッド。そうそうそう、この間があってこっちとこっちになったんですけど、うん、まあ、3人で寝ようってなってくっつけたんですよね、グーって。そうなんですよ、うん、最初ねシングルでねトニーと私寝たらトニーが転がって落ちたんですよ、危なってなってくっつけて、もともとはねこの棚、これも備え付けなんですけど、うん、これが真ん中にありました、うんうん、なんかちょっとホテルみたいなね、うんうん、そんな感じで、はい、あ、カシがいる。え、カシがいるわ。あ、これはカシがいますね。カシが絶対にいるなぞ。カシはねもうここ大好きでね、うん、昼間はもうずっとこのベッドの下で寝ています、うん、ここにいるね、はい、あのベッドね向こうの部屋にもあるんで、うん、であのね過去に動画も出したことあるんですけど、僕らいつもあの普段別で寝てたんですよ日本で。あ、そう、夫婦別で寝てて、なんでかっていうと、あの僕がねいびきが結構うるさいのと寝相が悪くて、でサキちゃんは逆でちょっとの本当に揺れとか音とかで起きちゃう、うん、すっげえ繊細なんですよね、うん、そうだから出会ってはいけない2人が出会って一緒に寝ているということで、うん、ね、日本ではリア君結構いびき大きかったんやけど、うん、ここのねベッドの相性がいいのかちょっとマットが固めなのがいいのか
いびきがなくなったんですよ。そうだから一緒に寝れるようになったんだよね。そう一回も起きたことないんですよ。そうで、あとはクーラーがね、うん、これ部屋についてて、でっかいのが業務用のやつがついてるんですよ。で向こうの部屋にも同じようなさらにでかい業務用のやつがついてるんだけど、別で寝るとどっちもクーラーをつけることになっちゃうから電気代もかさむなってことで、一個の場所で寝るようにしてます。このクーラーがね、あのリビングのやつが唯一今時のクーラーで、主な形はこの家はもうこういう大きいやつやから省エネじゃないんですよね、うん、だってほら見てリモコン、リモコンとかないからこれで操作するやつなんですよ。壁にくっついてるんですよね。でこれねすんげー音ってるんですよ。これハイパワーにするとね、まあ威力もねすっごいんですけど、これで温度調節するんだけど、とんでもない風が出るんだよね。そうなんですよね。だからリモートで打ち合わせとかやるときはちょっとクーラーをね抑えめにしたり、他の部屋で撮ったりとかしないといけない、うん、だからこれはねマジで電気代がかさむタイプだと思うので、まあ、そういう理由もあってみんなで寝ております、うん、はい。そして、こちらがクローゼットとなっております。私の部屋ではあるんですけど、私の服を入れてるわけじゃなくて、服はもう全部洗濯物をねもう畳んで一箇所にあのしまえるようにっていうので、リア君の部屋のクローゼットを全員で使っています、うん、でここはもうほんま収納として使ってます、うん、こういうキャリーケースとか、うん、カシーのペットシーツ、はい、こっちはあの冬服、日本一時帰国する時に着るやつとか、あの捨てれなかったやつ思い出のやつとかでトニーのマイリオンのやつとかはここにでも全部一式あります、うん、はい。やっぱタイって年中暑いからさ、うん、タイにいる時は T シャツだけど、うん、日本は帰る時によって服装変えなくちゃいけないから、そう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 、ね、冬にね帰る時はこれを使って、うん、はい、帰ろうと思います、ね、ちなみに上にも収納ありますね、はい、そうですね、上にも、うん、これは使わないやつとか、カシーがあの移住する時に使ったヘッドケージ、こちらが備え付きのドレッサーです、うん、でっけえ鏡、そうやね、すごいよねでかいねこれは、ね、だからもうこれついてるって知ってたから、日本で使ってたドレッサーは、まあ、処分してきました、うん、はい、電気そうつけると、うん、電気もちょっとうるさいブブブまあこれはこんな感じかな。でここの扉、はい、これは何ですか。こちらはなんと馬小屋が馬小屋はい、トイレです。セカンドトイレっていうんですか。セカンドトイレとここにシャワーがあります。はい、はいはい、これはですね、そうセカンドトイレと、まあ、セカンドシャワーで、向こうの、まあ、俺の部屋にも、あるんですよ。そっちがメインの、シャワーと、はい、あとまあバスルームも、うん、バスタブ、あ、であとバスタブもあって、うん、トイレもあって、はい、で向こうの部屋の方が広いんで、うん、そっち使ってます。じゃあ、ね、ちょっとした時、うん、ちょっとした時だね、うん、ほとんど使ってないほとんど使ってない、うん、もうトニーがおしっこって言ってもう急を要する時とか、あ、こっちでしてっていう感じでやってます、うん、そう、でもねこっちね、なんで俺らが今すぐ閉めたかっていうと、うん、めっちゃ暑いんですよここ。ここね、まあ、クーラーとかねついてないで、あそこに唯一窓があるんですけど、うん、まあ暑くなるんで、ね、ああとんでもない、ここ開けたらもうマジでサウナみたいな暑さになるんで。あとね、タイのね、タイのトイレはあの拭いたティッシュをねこの流せないんですよ。そう、トイレットペーパーは流せないっていう、うん、なのであの横にねゴミ箱をね置いて、そこに、まあ、拭いたものをポッてやらなあかんねんけど、うん、そしたら匂うやんか。そうそう、まあ一応そのウォシュレットがついてるんで、うん、もうめっちゃうんこ付きのティッシュが置いてあるわけじゃなくて、あ、そうだね、ウォシュレットで流してからの、まあ、そうだ、その水を拭くみたいな。そう、でもそれでもさ溜まってて嫌やから、こっちには基本あの置いてないんですよゴミ箱を、うん、だからまあほとんど使わないトイレとしてやっております、うん、はい、でこれ最近買ったトニーのストライダーですね、はい、はい、これであの自転車の練習をしています、うん、まあ、タイでは自転車乗らないんですけど、うん、ちっちゃい時からね練習をしていた方がいいってことで、うん、これ買って自転車の練習、外暑いの家の中でやってます。そうそう、すごい喜んでます、はい、これさきちゃんのネタですね。あ、ネタフリップ、はい、で最後はこちら私のデスクです。
これはまあほとんど使わないんですけど、インテリアとして、これも全部ね、あの備え付けの机と棚なんですけど、もうね繋がってるんですよ全部、棚と机が、うん、でここに上に宮村優子さんに出産祝いでいただいたぬいぐるみと、あとネットで買ったちょっとした観葉植物フェイクです。でこっちは、モザイクがかかってるかと思うんですけど、家族写真がこう2段と3段目飾っております。うん、毎年ね、あのトニーの誕生日にスタジオアリスさんで写真を撮るんですけど、うん、それがもう全部飾っております。うん、タイにもねこういうスタジオアリス的な撮影できるところいっぱいあるみたいな、撮ってもらいたいよね。そうだ ねちょっとあの民族衣装とかで撮りたい。タイの衣装着て、せっかくやからね。あ、確かにな、この時タイに移住してたよねとかね。そう、思い出として ね、はい、フィギュアはねリア君 の部屋にまとめてあるんですけど、唯一お気に入りのねこのアスカ、はい、これとこれだけは私の部屋に飾っております。はい、ではこの部屋はこんな感じです。じゃあラスト、はい、最後に俺の部屋に行きましょうか。はい、じゃあ入らせていただきます。はい、はよ入り、しょうもないことせんで。はい、じゃあ広い、ここは、マイルームです。広いね、めっちゃ広いんですよ。こっちがねメインベッドルームという名前だそうなので、こっちの方が広いです。そう、こっちはですね、ちょっと一個ずつ紹介していこうか。はい、はい、まず、ベッドね、めっちゃでかい。これ何サイズ？これはサイズ、いやクイーンじゃないかな。あ、でもキングかな。めっちゃでかいんですよこれ。あのね、ほら、大男が、リア君2メートル超えてるもんな。ああ、それがすっぽりはまります。まあでも172、3割かな。まあでもでもこのベッドは使ってないんですよ。そうやね、はい、いや全然使ってないです。俺がたまにはぁってしたい時に寝転がるぐらい、寝落ちようやな。普段は、向こうの部屋でみんな寝てます。ここね、なんかただこれももともとあったやつ、はい、でここにビログ旅の10万人の盾、はい、と、結婚式の時の写真が飾ってあります。キラリと光るものがあるね。でここ、これね扉の裏にね隠してあるんですけど、はい、ここにですねモニターがあるんですけど、うん、まあ、これテレビで、もともとこの家についてた家電の一つのテレビなんですけど、うんうんうん、これは使ってないですね、はい、新しいテレビを買ったので使わなくなっちゃって、うん、で置き場がなくなってとりあえずここに置いてます。なんかねオーナーさんに連絡したら引き取ってくれるらしいんですけど、うん、またなんか使うかもしれんなと思って一応置いてます。寝室にテレビ欲しなったとかあるかもしれんから。一応ね、でこれが、タンスですね。ここに、はい、違う俺の服とか、はい、まあいろいろ入れてます、うん、T シャツだけでだいぶありますね。すごいね、リア君の方が持ってる。基本 T シャツですよね、うん、シャフクチャの T シャツばっかり入ってます。で、まあ下着類とかそういうのも入ってて、うん、こっちはサキちゃんの服。はい、私の服こんな感じで入ってます。はい、で、これが、持ってきたぬいぐるみたちですね。はい、エヴァアルパカシリーズ、はい、これはさきちゃん友達にもらったやつです。はい、これはもう俺の大好きな8割ちゃんのぬいぐるみが視聴者の方にもらったやつとか、はい、自分で買ったやつとか、あとはこれ、あの俺の好きな野良猫軍団のぬいぐるみ、トニーの絵本のやつ、ね。はい、で、これも友達にもらったやつですね、うん、これはもう俺のこんな。かわいいこんなやな。31歳男性。かわいこぶるな。かわいこぶってない、本当に好きなんです、はい、でこれバスタオルです、ね、はい、あのズボラなんでもうすぐ取ってすぐに拭けるようにしてます。でおむつ、うん、とこれがね、これモニターアームですね、うん、あの前使ってたデュアルモニターのアームなんですけど、あのこの家ちょっと構造上使えなくて、はい、ここに置いてあります。そうなんです、あの家具がねくっついてたりしてね、ちょっと日本と勝手が違うんで、このねこのタンスもねくっついてるんですよ壁に、動かせないですよ。
そう。これ動かせないでしょ。これ動かせない。倒れてこないからいいね。そう。うん。ね、こんなでかい倒れてきたら大変やから、くっついててくれて嬉しい。まあ、タイは自信ないんだけどね。ああ、まあね。は、はい。で、ここかな。多分、視聴者の人もちょっと気になるであろう。はい。フィギュアがいっぱい飾ってありますね。はい。これは前の家では、生配信とかの背景に置いてたフィギュア。うん。ですね。それをもうここの棚に置きました。はい、ちょっと厳選したものを置いております。厳選しました、これで。で、ちなみにここもここも電気がつきます。ブーブーこれうるさいんでつけてないですけどこちらがですね、一番くじでね当てたやつ、全部一番くじとかいただいたやつとか、わかりやすいエヴァのやつだったり、まあ、新劇場版とかですね。で、こっちがこの黒波とかパオル君とか、あとはまあ美里さんね、ビレバージョンと普通バージョン、ミルフバージョンと、あとカオル司令がいたりとか、あと私大好きなこのフィギュアなんですけど、テレビ版のジェットアローン界の頑張った美里さん、奇跡の勝ち割れの、うん、はい、の時のフィギュアです。そしてまあここに8号機2号機初号機なんでっていう感じの並びなんですけど、あとこっちマーク6ですね。このアスカね、これ日本やとね、これがね、あの長すぎてねフィギュア棚に入らなくて、もうあの持たせてなかったんですけど、ようやく持たせることができました。はい、そしてこれはですマーク9ですね。で、これは、映画館で買ったドリンクホルダー、初号機のドリンクホルダーも上を渡ってきました。で、2号機があって、あとはもうアスカ、アスカ、アスカですね。いろんなアスカを飾っております。うん、で、ドラクエ10のポスター。はい、ドラクエ10の、これランチ、ランチマットやね。置いてます。はい、これ2号機。そしてチビアスカ。これも額縁に入れてね、やっております。そして、このね、アスカとレイがおりまして、まあいろんなアスカです。で、奥には8号機と、2号機がいまして、はい、ここだけ唯一俺がもらえた場所ここだけです。皆さん、こんなにあんのにここだけ僕が唯一もらえた場所です。違うよ、ここに詰め込んでます。エヴァはほら2人のエヴァでしょ。いやいや、気づいたら全部埋まってて、ここしか空いてなくてリア君ここ A でって言われてえ、ここだけっていうので一応置いたんですけど、異色やな、はい、ちょっとミーヒちゃん俺やん、はい、惜しいですねプラトゥーンに紛れてミニちゃんがいる、こう写真撮るやつですね。ああ、そういうのがある。そう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 、ライブ行くときこれ持って、うんはい、これスプラトゥーンのアミーボ、うん、スプラトゥーン好きなんで、もう必死でな、いろんな店行って探して買ってたね。そうそう、ここに詰め込みました唯一のリア君の場所ですもうアスカアスカアスカ、ザ・ビーストの2号機で金の像。金の像。これはリア君がお土産で買ってるの。俺買ったやつか。俺のコーナーだ。すいません。ここでした。はい。そしてください。シトみたいに見えるからな。はい。テスト用プラグスーツもあるし、もうお気に入り。もうアスカだけでいっぱいあるからね。これも見て、ほら。ほら、新エヴァの大人アスカもいるんですよ。大人アスカと、まあ、エヴァの呪縛中の子供アスカがね、同じポーズであるフィギュアがあったので2つ並べてみました。はい、そんな感じで、これ一応ドレッサーなんで、普通はねここになんか乳液だとかいろいろ置くスペースなんですけど、こっちのドレッサーは使わないので、使わない、フィギュア棚にしました。ここに椅子も最初は置いてあったんですけど、それも取りましたね、うん、はい、使わないんで。本当はこの鏡を隠したいんだよね。うん、ちょっと嫌なんですよ、俺自分の部屋に鏡があるのが。あー、怖いねんな。怖い怖い、鏡嫌いなんですよ、怖くて。ポスターとかね、そう、なんかテープで剥がれるやつで貼ったらいい。で、ここが僕の城です。おー、僕の、まあ、作業デスクかな、うん、作業デスク兼生配信デスクですね、うんうん、あとは、まあ、ゲームやったりとかはここでやってます、うん、まあ、パソコン、船を渡ってきてます ね、 ね、無事に綺麗に届きました。配線来まして、ちょっとね配線がごちゃごちゃなのを許してくださいまだもう本当はもっとね綺麗にしたいんだけど、うん、まだできておりますね。はい、普段生配信はここでしてます、うんうん、
あのメンバーシップでね、僕ら土曜日の夜に毎週生配信してて、はい、それはここからこうやってやってます、うん、椅子をねもう一個置いて、そうそうそう、メンバーの人たちは、ここからこの後ろの背景をよく見てると、うん、こうやって2人でこの椅子並んでやってます、はいはい、で、普段こうやってコントローラー持って、うん、こうやってゲームしたりしてますね、うんうんうん、最近僕あの自分の個人チャンネルゆうなりチャンネルの方でゲームの生配信をやってまして、うんはい、よかったらゲーム好きな人よかったら来てください、はい、僕はゲームやるだけなんですけどよかったら生配信やってるんで。結構やってるよね最近。結構やってます。はい、ツイッチの方でも配信やったりとかしてますね、うんうん、ぜひ来てください、はい、概要欄にリンクがありますんでぜひチャンネル登録お願いします。めっちゃ宣伝する。いやこういう時しかないから宣伝できる。あとは椅子は椅子、あ、これですね、はい、これゲーミングチェア買いました。はい。はい。あのね、タイでね。そう、タイで。ゲーミングチェアもともと持ってたんだけど、うん、動画にもしたことあるエヴァの2号機のあったんですけど、うん、それを持ってくるか最初悩んだんですよ。うん、でどうしようかなっていう。でも、船便ってやっぱり高いから、うんうん、で荷物結構でかくなっちゃうし、どうしようかなってなってたんですけど、引っ越しをね、あのうちの弟が手伝ってくれて。うん、でその弟がなんかゲーミングチェアがもうボロボロあったんですよ、うん、もう熊に引き裂かれたような椅子だったんでちょっとこれかわいそうだなって思って、じゃあこのゲーミングチェア譲ってあげるよって言って譲ってあげました、うん、はい、今お風呂だったんですけど、うん、すげえ喜んでましたね。ね、マジでいいのって、うわ買おうと思ってたんだよ、ラッキーって。普通に使えるやつだったんだよね。そう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 、うん、もう弟くんになら、ね、うちらがタイに旅行行ってる間カシちゃんにねご飯をあげにはるばる来てくれたりとか、そうそうそう、すごいお世話になったのでね、うん、はい、ありがたい、ぜひ使ってくださいと言いました、はい、でこのゲーミングチェアはタイに来てから買いました。はい、椅子ねめっちゃ悩んだんだよね、うん、あのオフィスチェアにするかゲーミングチェアにするとか、そもそもどこに売ってんのとか、うんうんうん、でこれはラザダで買いまして、うん、安かった、うん、なんか通販でゲーミングチェアで調べたらめっちゃ安いのね、うん、なんか日本だと多分5万円とかそれぐらい前後すると思うんですけど、うん、これはね1万8000円でした。安い、うん、でタイで一応一番人気のヌブオだっけな、ヌブオっていうメーカー、このキツネのブランドなんですけど、かっこいいね。そう、一番目立たないやつを買いましたね。安い割にはめっちゃ綺麗にちゃんとしてるもんね。ちゃんとしてた、うん、自分で組み立てたんですけど、うん、よかったです。いい買い物しました。そんな感じでこれゲームに座ってこうやってゲームしたり、うん、生配信したり、まあ、ここで編集する時もあるね、うんうん、でここだ、はい、これが普段使ってるシャワールームでござい、はい、あとトイレですね。いきなり石畳、石畳で、この石畳でトイレとシャワーとバスタブ、これはちょっとトニーがプール用に使ってるんですけど、そうそう、もうほとんどね、あの普段入るのはバスタブは使ってません。もうシャワーだね。そうそう、シャワーだけ、うん、シャワーとあとまあトイレね、はい、でトイレなんですけど、もともとはこれがウォッシュレットなんですよ。これね、そう、これをこうやって持って、うん、ケツにぶち当てると、はい、こうやってプシュッてやってみて、すごい威力がやばすぎ、これをこうやってケツにシャーってぶっ壊れるって、あーってなるんだけど無理ってなってな、これそうそう、ちょっとあれだねってなって、うん、でなんかね、あのショッピングモールとか行くとトイレこれなんですよね、このタイプ、よく見るウォッシュレットのタイプで、うん、そう、これつけたいなって思ったらこれ普通に売ってたんで、そうそうそう、でこれをつけました、はい、これめっちゃ簡単でね、これもひねるだけ、うん、ここをクイッてひねるとここから、それで拭いたティッシュはここですね。これはもともとおむつ入れ、トニーがちっちゃい頃から使っている、まあ、うんちとかね、おむつ汚れたやつを入れると匂いがしないっていう、うん、まあ、こういう日本で買ったねアプリカのやつなんですけど、それがちょうどいいなと思って、こういう1個蓋かませてあるので、ここに、ね、中にビニールを入れたらそこに溜まっていくと、うん、そういう感じです。匂わなくていいね。で、あとね、シャンプーとかリンスとかはねこっちで買いました。これもうどこにでも売っているこっちのやつなんですけど、これを買いまして、でこれがですね軟水装置なんですよ、うん、タ
香水ということで、まあ、香水髪の毛洗ったら傷むらしいので、これがね香水を軟水に変えてくれる装置ということで、うん、これも3ヶ月に一遍かな、なんか取り替えて綺麗にしたものを使わせてくれるという感じです。はい、そんなわけで以上が我が家のルームツアーでございました。はい、いやだいぶ長尺の動画になったんじゃないでしょうか、うん、すごいねしっかり紹介させていただいたんですけど、しっかりね細かすぎたかな、細かすぎたもっとざっくりかな、もっとざっくりの方が良かったかな、うん、まあでもぜひあの、うん、最後まで見ていただくと嬉しいと思います。はい、嬉しいと思いますそりゃ嬉しいやろ、こんな感じの家に僕らは住んでおります。はい、はい、あのタイに来てね、まあ、2ヶ月経ちましたけど、うん、あのすごい快適にあの住んでます。はい、もう本当になんかねふとあタイにいることを忘れるくらいの、うん、感じですごい自然に住んでる、ね、うん、そうだね、うん、すごい快適です、うん、はい、そんなわけで以上我が家のルームツアー動画でございました。はい、そしてぜひこの動画で紹介したノード VPN 気になった方は使ってみてください。概要欄のリンクから、登録するとお得に登録できます。はい、以上ありがとうございました。ありがとうございました。